はい、こんにちは。これじゃ体操 TV、新しくなったこれじゃ体操 TV です。そうですね、はい、岩田山下でお送りします。お送りします。お願いします。お願いします。はい、で今日はですね、ご案内するのは先日ですね、私あのテレビに出させていただいて、七色日和でご紹介させていただいてない、でない、あのカットされちゃったやつですを、ご案内していきたいと思います。テレビ受けしなかったです。あれ、いや、もうね、多分あれ全然テレビ受けしないから。でも、あの出てたモデルさん、超いい感じだったじゃないですか。うおーみたいな感じになってたじゃないですか。それなんで俺カットされたんだ。まあ、多分映画、いや、映画全然違うよね。映画、はい。映画全然違うんで、しょうがないです。じゃあ、今日ですね、ご案内するのは、やるよ。4つご案内したんですよ、番組では。そうなんです。はい。番組でやってるんですか、2つ。あ、そうか。番組のカメラマンが来た時に4つご案内したんです。はい、で、使われたのが2つです。で、後から使ってもらえなかったやつを今やってるんですけど、やろうと思ってるんですけど、今日はですね、皆さんにぜひ高齢者体操 TV でもご案内してるんですけれども、多分ね、高齢者の人は全員やった方がいい。あーですね。うん、100% の人たちにやってほしい運動習慣的なトレーニングをご案内していきたいと思います。はい、で動画見た人がっかりしないようにしていただきたいんですけども、本当にですね、なんでこれがいいのかというのをですね、今からご案内してきますんで、メモの準備よろしいですか。はい、メモすることじゃないですかね。いや、頭に叩き込む、頭に、そうですね、叩き込むですね。じゃあやってみせます。エクササイズじゃなくてですね、実は日常動作の立ち上がりというのをですね、やっていきます。はい、で立ち上がりなんですけども、ちょっと長くなるのこれ。はい、まずね、腰が丸まっている方はですね、円盤になっていると、あ、これですね。で、このまま立とうとするとですね、立てないんですよ。立てないんですよ。で、なんでどうやったら立てるかというと、頭を思いっきり下げれば、これだったら頭ですよ。あ、危ない。はい、立てますということです。あ、そうですね。で、じゃあ、どうしたらいいかというと、骨盤を立てた方がいいんですね。はい、で骨盤を立てると、しっかりと立ちやすくなります。はい、こんな感じです。はい、うまいですね。で、骨盤をですね、立てていただくのがまず一つポイントになるんですけども、こうしましたら、もう今からこの後ですね、この YouTube を見て、もし立ってる方は一回座ってくださいね。はい、で、いや、立つ時にですね、こうやって立ってください。立てたらふわっとめちゃくちゃ早く立ってください。はい、バッと、はい、こんな感じです。はい、これをご案内しました。これテレビ使われるわけですね。でもね、 100% やってほしいからご案内したんですよ。で、なんでこれいいかと言いますと、まず足の位置決めるじゃないですか。で、床への押す力がまず、早く立とうとすることによって、ベクトル、まあ、矢印でね、方向性が定まります。で、変形性膝関節症の人とかってこう内股になってとか、外になったりとか、あと足ずらしたりとかっていうので、あんまり上手にです、ね、床捉えてない人多いんですよ。多いんですよ。なので、その習慣をつけていただくというので、この足を揃えるというのと、早く立つことで運動単位をグッと、そうですね、うん、活動する筋肉をですね、いっぱい増やすんです。これをゆっくり立つとですね、体重を上げるだけの筋量しか使わないですね。はい、でも早く立つことによって体重以上のパワーを使わなくてはいけなくなるんで、筋力が上げやすかったりとか、そうですね、あとは落ちやす、落ちにくかったりするんで、この立ち方がいいんです。そして忘れてはいけないのが姿勢です。じゃあいつも通りゆっくり立ってください。はい、このままどっか行きます。きっとこのまま毎日皆さん生活してるはずです。あー、僕のマイク来た。はい、でこれだとやっぱり姿勢崩れちゃうんですね。おそらく皆さんこういう生活をしている可能性があります。若い方もそうです。で、パシッと立つとですね、決まります。決まるんで、ここからいい感じで生活ができると。また前来た。というぐらいにですね、パシッと立っていただくと、姿勢が決まりますんで、いい姿勢を作るというイメージはですね、やっぱり習慣なんで、スパンと立つことはですね、ぜひやっていただきたいなと。これ紹介しました。七色日和さん、ぜひ頼みますよ。
しょうがないまあ、お感動に汗かしたね。まあ、あとはちょっとで、ね、立つだけみたいなね。でも、本当にあれ受けよかったですよ、私に。あ、そう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 、あのね、テレビの人たちはあ、なるほどって言ってましたけど、変わったみたいな、あ、これなるほどみたいなね、言ってくださったんですけどね、あのなかなか使われない部分もあるんじゃないかなと思います。話しました。はい、じゃあこんな感じで今日はあの早い立ち上がりですね、ご覧させていただきました。ぜひですね、いいですか皆さん、この後立つとき、やってください。はい、ではまた会いましょう。バイバイ。はい、皆さん、高齢者体操 TV です。チャンネル登録はお済みでしょうか。山下さん、はい、チャンネル登録って言ってますか。はい、あの Android の携帯をお持ちの方はですね、そのままもう多分初期設定で Google アカウント作ってるんですけども、あの iPhone とパソコンの方はですね、自分で Google アカウントを作らなきゃいけないんです。あ、そうなんですね。なのでその方はぜひですね、あの Google アカウントで検索して、あの登録の方をまずやってみてください。それができるとチャンネル登録できますので、まずそちらの方お願いします。お願いします。